こんばんは、ゲームボーイの日光です。サッカークラブ育成スペースのプレゼンターをお送りしたいと思います。プロード成田戦ジャパンカップ2回戦ですね。どんなチームなんでしょうか。まだそんなに重要なチームじゃない、勝たなきゃいけないですね。ジャパンカップ2回戦プロード成田、成田スタジアム2006。なんで2006なんだろう。勝率圧倒的にこちらが有利と予想されております。アウェーの戦いですが、どういう試合になるんでしょうか。遅すぎます。
ーナーキックになる。なんとかここは防いだが、まだピンチは続く。のノンフィッスル。強引に突っ込んできましたね、ペナルティエリアの外で。いいですね、これはオフサイド。思い切り突っ込んできました。思い切り頭から突っ込んできました。選手交代。どうしようかな。出していこう。抜き、南カレメンを、カレメンを抜きたと交代。今1点差ですからね、勝ちに行きたい。やっぱり他の選手マークすると、着地スタミナは減りやすいですね。さあ、コーナーキックになります。一気に上がってくる。よくない。もっと丁寧に決めてほしかった。いいですね。さあ、最後のチャンスでしょう。シュート打っちゃったよ。これで、準々決勝かな、進出です。3回戦だったな。ピンチだったので、ようやく裏をついて決めました。先取点。空いたスペース、狭いスペースをついてきましたね。マリア突っ込んで、コーナーありますが、気を切れませんでした。逆に相手をピンチ。こんなことになると思います。マッチングするとこクラリス。もし見られました、エアコがスライドクラリス。ギリギリいっぱい決めました。これは残念だったな。もうちょっと上がって決めてほしかった。すごいですね。シュートはもちろん、ボールの支配率が圧倒的だ。まあ、いくつかピンチはありました。結果的には完勝と言っていいでしょう。
ジオが勝手するってことか。次が本当に天王山ってことですね。その筑波田川線です。引き分けでした。負けると完全に終わり。そして相手はすごい強い。川島は怪我してますね。多少ディフェンダーは弱化するけど、それでもやっぱり強い選手が多い。 C が多いですけど、筋力がみんな S ですね。筋力と走力が S。 この辺が強いチームです。いよいよ次は首位決戦。筑波田川クランカリバーズ、クランカリバーズにとっては優勝に向けての大事な試合となります。しっかり勝って、勝ちしかないです。優勝に向かって前進したいと思います。ぜひ次回ご注目ください。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。カルチョビッターの動画集、こちらも説明欄にアドレス記載してます。こちらもよろしくお願いします。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間いらっしゃいませ。見ていただければ。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。